次に最終章ということでですね、衣服の話をしていきたいなと思います。で、衣服ですね、まあ、当時の写真っていうものも残っていてみるとですね、やっぱ男性は袴を着ていたりですね、まあ、女性はやっぱ着物みたいなものを着て、江戸時代っていうのは着物だよねと、やっぱ昔といえば着物みたいな、ところがあるんですけども、実はこの着物意外とですね、つい最近1943年まで日常的に着られていて、なんとこの1943年の統計によるとですね、外出着の 91% っていうのは着物だったらしいんですね。もうほぼほぼみんな着物ね。今でこそこう特別な時に着る、服みたいな、和服みたいな感じになってますけども、実はつい最近まで着物っていうのは、着られていました。ところで江戸時代ですね、江戸時代、冒頭にも申し上げたんですけども、265年も続いてた長い時代なんですね。なんで、まあ、当然最初の方と最後の方で、まあ、様子っていうのは変わってくるわけです。はい。で、まあ、最初の江戸時代初期ですね、まあ、元禄時代についてまずお話するんですけども、元禄時代、まあ、どんな時代だったかというと、まあ、こう積極的な新田開発、あとまあ農耕技術の発達みたいな感じでですね、ものすごく言ったら高度経済成長した、高度発展した時代だったわけですね。で、まあ、そんな感じでですね、高度経済発展するとですね、今でいうバブルですね、バブル経済みたいなことが起こるわけですよ。で、バブルの時代、どんな時代だったかっていうと、もう僕はちょうどですね、まあ、1989年生まれ、まあ、バブル崩壊タイミングでの生まれ、まあ、ベルリンの壁バブル崩壊みたいな感じで、ちょっと崩壊イヤーに生まれた人間なんですけども、バブルっていうのはね、非常に派手なイメージがありますよね。そんな感じですね、まあ、経済的にこう調子がいいとですね、皆さんこう贅沢をしたくなっちゃうんですね。まあそんなところはですね、まあ、人間の差がということで、まあ、元禄時代も変わらず派手だったんですね。で、まあ、どんなファッションだったかっていうと、髪油でですね、髪をこうテッカッとですね、固めて、強おしろいでお肌は真っ白で、強紅で唇真っ赤、今でも芸者さんみたいなお化粧ですね、まあ、こういった、ファッションっていうのが流行りました。で、これっていうのはですね、いわゆる京都の公家の真似をしたっていうふうに言われていて、人はですね、こう、経済的な余裕ができると、ちょっと今まで届かなかったところに手が届くかもっていう感じでですね、贅沢をしたくなっちゃうっていうところが、見えました。着物はですね、大柄の柄に、細い帯っていう感じですね。もう柄を見ようみたいな感じの、服だったらしいですね。まあ、ちなみにですね、ちょっと僕もですね、こんな感じで、今日ちょっと羽織を着てお話ししております。ちなみにこの羽織、佐賀県のリサイクルショップで50円で手に入れた、羽織でございます。はい、まあそんな高度発展の、元禄だったんですけども、栄枯盛衰というかですね、まあずっとは続かないわけですね。で、1716年に行われた享保の改革っていうものでですね、緊縮政策が幕府によって行われるわけですね。で、まあどういう、政策かというと、まあ緊縮政策ですから、まあ贅沢すんなと、倹約せえと、増税っていう、政策でした。はい。まあ、これはですね、まあ、何によって起こったかっていうと、まあ、言ったら米が農業技術の発達によって取れすぎちゃったんですね。で、量が増えると価値が下がって、それによってお米の価値が下がったことによって、幕府の、お財布事情が厳しくなったというのが、原因です。まあ、贅沢すんなっていう風になってったんで、まあ、当時は派手派手だった着物もどんどんこうシンプルで、地味になっていくんですね。まあ、逆にそれがいいみたいな感じになってって、当時はですね、茶色だったりネズミ色っていうのが流行色になってたんですね。みたいな、全然地味みたいな感じなんですけども、そんな感じで、まあ、地味な色っていうのが流行っていって、で、当時は柄が大きくて帯細いみたいな感じだったのに、この享保の改革、まあ、享保の時代からはですね、柄はどんどんシンプルになっていって、隠れるようにですね、上の部分からがどんどんシンプルで、どんどん腰で、そして裾のところにちょろっと柄が入ってるみたいな感じでですね、着物のデザインっていうのも変わっていきます。着物がシンプルな分、帯で主張みたいな感じですね、帯が大きくなっていくというような傾向がありました。つまりはですね、元禄時代っていうのはこう貴族の真似をしようみたいな、貴族みたいにお金持ちだみたいな感じだったんですけども、そうではなくてですね、ここで江戸オリジナルのカルチャー、ファッションっていうのが生まれてですね、まあいわゆるここからが本当のお江戸ファッションになっていくわけですね。ファッションとか、まあその生き方みたいなところですね、まあ、生きだねみたいな、
まあ、日本のその独自のこう感性で息っていうものがあるんですけども、息っていうのはですね、こうで米辺に9と10って書くみたいな、水って言葉が今では使われますが、実はもともとはですね、こう意識の意に気持ちの気で息っていうのが元々の言葉らしいですね。この息っていうし、まあ、育児とか生意気みたいな言葉にも入ってるんですけども、元々その気持ちとか心構えみたいなものを表した言葉だったんですね。そっからですね、どんどん言葉の使われ方がちょっと変わっていって、で男女の精神的な本当にあなたを愛してますの本気度とか、純潔さみたいな、そういったピュアさっていう要素が入ってきて、それで今の水息っていう言葉が当てられるようになったらしいですね。まあそんな感じですね。庶民の、生活から生まれてきた息っていう美意識なんですけども、よりその庶民的な感性っていうのが広がっていった、それがいわゆる江戸カルチャーだったわけですね。まあ、じゃあですね、まあ、そんな江戸のまあ庶民のファッションとはいえですね、やっぱりファッションリーダー的な存在っていうのはあるわけでですね、まあ、それがじゃあ、どういった人だったのかっていうと、芸者さんだったんですね。今でいう門前仲町のあたりを、江戸の当時は辰巳っていう風に呼んだんですね。でちなみにこれは江戸城から見て辰巳の方角、竜と蛇の方角にあったんで辰巳っていう風に呼ばれていたらしいんですが、この辰巳エリアでですね、辰巳芸者っていう、まあ、言ったら、芸者の町になっていくわけですね。まあ、いわゆるエンターテイメントの町に門前仲町がなっていくわけですけども、木場って言ったですね、港町からも近かったんですね。まあ、上品プラスこう気前がいい、そんな風潮っていうのが広がっていってですね、でより、庶民に、親しみやすく、等身大の江戸っ子粋っていうものが、浸透していきました。化粧っていうものも、変わっていきまして、元禄とは打って変わって髪は水だけでちゃちゃっと整え、薄化粧、なんだったら化粧しない方が粋だねみたいな風になっていきですね。で着物は帽子柄や縞模様で、色も先ほど申し上げたように、ネズミ茶色、あと黄緑紺みたいなものが流行っていきました。ねえ、こんな感じでですね、まあ、江戸の250数年の中でですね、憧れが最初は貴族だったところからですね、アイドルっていう風になって、より自分たちの身近な人を憧れるような風になっていったんですね。これを聞いた時に思い出したわけですよ。まあね、AKB48。AKB の肩書き、愛に生けるアイドル。ねえ、こんな感じですね。もしかしたら人っていうのは豊かになるほどですね、身近なところにはこう憧れたりするっていうのがあるのかもしれないですね。服といえばですね、布、まあ、これもですね、もちろん全て布でできてるわけですけども、まあ、当時の布っていうのはですね、綿、麻、そして絹、この3つが、主な、原材料でした。つまりは全て自然由来の繊維だったわけですね。で、この布なんですけども、それは貴重なものでした。っていうのも、一口にですね、布と言っても、まずはそれぞれの綿、まあ、麻、絹すべてなんですけども、まず糸を紡いで、糸をやっと紡いだと思ったら、それを機織りで折ってやっとできるので、ものすごく手間暇がかかったんですね。なんでですね、まあ、着物っていうのは孫の代まで来たと言われるぐらいものすごく大切にされました。綿といえばですね、まあ今でいうコットン、今でも使われていますが、この綿っていうのはですね、今でいう大阪の摂津とか河内エリアっていうところで栽培がうまくいきました。まあ、こういった経緯もあって、今でも関西エリアに繊維系の会社が多いっていうのは、実は江戸時代から続く流れなんですね。さらに麻ですね。まあ、麻っていう繊維、まあ今だともう大麻みたいな、危険なんじゃないのみたいな。海外ではめちゃめちゃ今大麻解禁になってるんだ。まあそんな情報もあったりしますけどもですね。実は室町時代まで麻がメインの繊維として使われてて、皆さん麻の服を着ていました。はい。実は麻、まあ今でもリネンなんて呼ばれたりしますけども、人類最古の繊維だなんて言われていて、まあ日本のみならず世界中で使われている繊維でした。で、最後はですね、まあ絹。まあ、絹、シルクですよね。まあ、シルク、まあ、なんかこう高級なイメージ。まあ、シルクのような肌触りみたいなことをね、言ったりしますけども、実は皆さん知ってました？シルクっていうのは、カイコっていう、蛾の幼虫が出す糸によって作られてるんですよ。だから皆さん、虫がつくめって、蜘蛛の巣まとってるみたいな感じなんですけども、まあ、絹っていうのはですね、このカイコが桑の葉っぱを食べて、育って、で、最後、サナギになるときに繭を作る。
その自分で糸を吐き出して、自分を保護するような核を作るんですけども、その核シェルターですね、の糸をほどいて作ったのがシルクなわけですね。はい、まあそんないろんな布から作られた日本の伝統衣装、着物ですが、この着物、めちゃめちゃシンプルな構造で、誰もが作れる、そんなデザインになってるんですね。着物、こうやって布、長い布、反物があるんですけども、その反物をですね、ジャキン、ジャキン、ジャキンってですね、直線立ちして、作ることができるんですね。なんで、斜めに切らないから、無駄が出ないですね。で、しかも、当時、めちゃめちゃ貴重なものだったんで、古着にして、売ったり買ったりして使い回しましたし、その古着が、これはいよいよ使えないという風になってもですね、それをおむつや手ぬぐいにしたりですね。で、おむつや手ぬぐいにした、あと、これもさすがに使えないなという風になってきてもですね、それを雑巾として使って、もう使えませんというところまで行ったら、ここでですね、焚き付けに使うんですね。火をつける時の焚き付けに使って、で、その灰を先ほども申し上げた通り使うという感じでですね、布っていうのも最後まで使い倒していたんですね。で、まぁ、ちょっとファッションに関連して最後にちょっとお風呂事情っていうところをお話ししようと思います。で、江戸の風呂ですね。まあ、先ほど長屋でですね、お風呂っていうものについては言及しなかったんですけども、それなぜならですね、なかったんですね。で、家に風呂っていうのはもう基本的になかったです。そもそもあの長屋のね、もうギュッとしたところにお風呂なんかあるわけがないんですけども、そんな中ですね、皆さん、湯屋と呼ばれるですね、共同浴場、まあ今でいう銭湯ですね、に通っていました。で、お風呂、まあじゃあやっぱしね、お金かかるし、あのお風呂とかもたまにしか行ってなかったんじゃないのっていう感じになるんですけども、いやと、江戸っ子、お風呂大好きでした。なんでですね、まあ、人によっては一日に数回も朝晩と入ったりっていう感じでですね、湯屋に足しげく通っていたらしいですね。実際今体の汚れを落とすときにですね、体の汚れは、まあ、湯屋でパーンとね、お湯で、流していたわけですが、じゃあ髪の毛ですね、今でも銭湯に行くと髪の毛はお湯につけてはいけませんというこうですね、注意書きが書いてあるわけですが、まあ今日本人にとってですね、お風呂、湯船に髪の毛つけちゃいけないというのはもう常識みたいな感じになってますよね。それはですね、実は江戸時代から続いておりまして、江戸時代の湯屋ですね、頭は洗わない、基本的に体の汗、汚れを落とすだけでした。で、じゃあ髪の毛っていうのどうしてたのっていうところなんですけども、男性に関してはいわゆる散髪屋さんに、まあ、数日に1回通っては、頭洗ってもらって整えてもらっていたそうです。で、女性に関してはですね、自分で洗っていたんですが、まあ、あのね、こう時代劇とかで見ると、まあ、髪の毛ものすごい量になってますよね。まあ、あれを洗うのはそれは大変だったそうです。なんでですね、江戸時代の女性は、先発は月に1回から2回行っていて、それもですね、乾かすのも大変なんで、晴れの日を狙って、乾かしていたそうです。で、汚れを落とすのにはですね、海藻から取った成分と小麦粉を混ぜたものをシャンプーとして使っていたそうで、もうそれでもうさっぱりっていう感じですね。月に 1,2 回洗髪をしていたそうですってな感じですね。まあ、100% ボタニカル、植物由来で 100% オーガニック、まあ今でこそですね、オーガニックボタニカルシャンプーみたいなものがですね、こうちょっといいシャンプーみたいな感じで売られたりしますけども、まあ、当時はそれが当たり前に使われていたわけですね。まあそんな感じでですね、お風呂っていうものもですね、やはりシェア文化というか、みんなで、一緒に使うものだったんですね。まあそもそも水と火っていうのはめちゃめちゃ重要な資源だったんで、まあ各家庭で使うなんて、まあもってのほかエネルギーがまあもったいなくて仕方がなかったわけですね。なんで、まあそういったみんなでシェアすることによって資源っていうのも少しで済むというように、されていた。まあそんな感じですね。まあ湯屋に行って、汚れを落とし、みんなとコミュニケーションを取ってっていう感じでですね、まあ家しかり、食べ物屋しかり、お風呂しかり、人と人との垣根がない、そんな時代だったわけですね。ってな感じでですね、まあ江戸時代っていうのはもう
めちゃめちゃシェアカルチャーが進んでいて、かつですね、自然の恵みで生きてる、ナチュラルな、ネイチャーな暮らしだったわけですね。まあ、こんな形で、まあ、江戸の暮らしっていうのが見えてきたところで、皆さん、いかがでしょうか？まあ、今のあなたの、暮らしと、当時の江戸の暮らしっていうものをこう比較してみてですね、まあ、何を感じてみたでしょうかというところでですね、当時やっぱ江戸の時代自然に触れてていいなっていう人もですね、あとわー不便そうと、あ今の時代でよかったって思う方もいらっしゃると思います。まあ、当時の暮らしと今の暮らしっていうものを見比べる中でですね、まあ、なかなかこう忘れがちな自分の暮らしっていうものに目を向けてですね、あ自分の暮らしってどうなんだろうと、あもっとこういう風にできるかもしれないな、あ今の暮らしっていうものは素晴らしいな、ありがとう、そんな感じでですね、暮らしについて、この動画が考えるきっかけになってくれればですね、すぐ非常に嬉しいなという風に思います。というわけで、江戸の暮らしでした。はい、皆さん何を感じましたでしょうか？こんな感じでですね、いろんな暮らしっていうものを、勉強していてですね、まあ、これからの、暮らし、自分もいろんな暮らし方を探していく中でですね、その暮らしのヒントっていうものを探していきたいなというふうに思います。はい、というわけでですね、ご視聴ありがとうございました。